茶を用いたミステリーアドベンチャーブルーシカゴブルー。夜のまどろみを切り裂く一陣のナイフ。彼女に放たれた一発の銃弾。破れた夢を眠らせ、隠された真実を眠らせ、殺意を眠らせて、街にブルースが流れる。ミステリーアドベンチャーのエポックメーカー、あの JB シリーズが2ヶ月半に及ぶハリウッド撮影とシカゴロケで今さらなるリアリティを呼び起こす。刑事 JB ハロルドシリーズ最新作ブルーシカゴブルース。シカゴに行ってくるわ。シカゴに？少し一人になって考えたいことがあるの。すぐに帰ってくるわ。心配しないで。愛する女を奪われた一人の刑事が事件の真相を追って都会の闇に挑む。シカゴ死刑だ。何のご用？よし、追っかけてみるか。何か見つかりましたか？この老いぼれに何を聞きたいんだ。俺じゃない、あいつだ。二人の被害者が残した疑惑の数々。事件当日のアンジーハートの目撃者から通報がありました。なんだって？赤い靴の父親なら確かに来たわ。論文のテーマは？犯罪に至る心理よ。何のことだ。一体何が言いたいんだ。夕方から撮影があるのよ。早く返してちょうだい。登場人物29人、捜査地点17箇所で織りなすミステリーはまさにエンターテイメント作品です。 JB ハロルドブルーシカゴブルース。私は事件に関係ない。あなたの話はキャサリンから聞いたわ。キャサリンが話していた通りの人ね。私が刑事と結婚するなんて話したら父は何て言うかしら。